団地内の配置。数字が胸番号で、赤字が5階建て、炊字が3階建て、工事が2階建て、その他の色は施設など、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西春菓団地は、香川県高松市西春日町にある住宅団地。香川県が運営する県営住宅であり、同県最大の公営住宅である。 高松市中心部に隣接する鶴尾地区の西かす町に位置している。一帯は岩瀬尾山海に挟まれた郊外地域で、香川県においては2004年5月17日に廃止された9000匹では、周辺は市街化区域指定されていたが、特に団地の北側を中心に田園地帯が広がっている。棟数は44棟、戸数は884戸に及び、 香川県内における県営、市営、町営を含めた公営住宅で最大個数を有する。1号棟から29号棟までは、清し願寺山山六の平地に位置する平均5階建ての高層住宅であるが、30号棟以降は清し願寺山の中腹あたりまでに位置し、大部分が2階建てのテラスハウスである。広大な団地であるため、 土地自体の地盤は各所によって異なる上、本来は所属町名も松並町と西春日町にまたがっている。しかし、住所表記は全棟、ね、全域で高松市西春美町技名武山裏1407番地に統一されている。これは運用上、西春日団地を一つの施設とみなしているためで、実際に土地が全域で1407番地に合筆されているわけではない。 また、この影響で、本来、松並町域である北団地及び一1三五号棟の区域は事実上西春日町として扱われ、市販の地図でも道路地図から住宅地図までの大半が団地の敷地に沿って町境を松並町側に広げている。北団地、南団地これら本来の地盤は土地取引などの際にしか使用されないため、1407番地を 除いて運用上使用されることは一切ない。2006年3月30日香川県は県営住宅ストック総合活用計画を発表し、今後10年間で8.1012.1618号棟計350個が廃止されることになった。北団地は農地の中に位置する西側は清根街寺山と直に隣接し、それ以外の周囲は基本的に農地である。 特に北側の広大な田畑の中に住宅群が連なる姿はある主要である。それに対して南東側には高松市立鶴尾小学校と中学校があり、その周辺には住宅や町工場が密集している。南西側の清し願い、寺山の裾野には老人福祉施設、サマリアがあり、鶴尾地区の多くの老人を受け入れている。 東へ300メートルにことでんバスの鶴尾停留所があるが、それ以外は自動車を利用する住民がほとんどである。この団地では生活雑排水等が水泉用水、植木山水用水に利用されている。ありがとうございます。